はいどうもシアンです。ヤバタニエン、続きからやっていきたいと思います。いやー、めっちゃ時間かかった。まず、あ、一旦最初から行くんだけども、全員生存のやり方が難しかった。で、やったらやったで難しかったの、まあ。まだクリアまでは見てないんだけどさ、とりあえずそこまでの道のりまでは頭に叩き込んできたから、やっていこうか。叩き込んできたっつったのに今、今、思いっきし間違えたしね。<laughs> えっと、とりあえずー、氷は持っちゃっていいよな。で、一旦3階じゃねえな。4階に行って、 プララスドライバーゲットするここまでの流れはね大体みんな分かったんじゃないかなここここもね最初すげえ苦戦してわけわかんなかったんだよね、まあ、一旦開けるじゃん動き出すじゃん行くじゃんでねこれ普通にプラスドライバーを緩めていくと時間間に合わなくてダメなのでここでカン抜き持ってってカン抜きをここに刺してからこのプラスドライバーをやって緩めるとギリギリ間に合うみたいなそういう感じなんだよねもう全然わかんなかったさ ここめっちゃ積んだんだよなはいこれでまず一人目助けるじゃんうって態度でかいやつなんだ助けてあげたのにでまあ、この子は置いといてでこのかんぬきがいまだ謎なんだよなかんぬきっぽいものか使い方がよくわかんないんだよねまっあとしにして次一旦上行こうかなこれイエスでこう,こうゾンビの子がほんと難しかった、まあ、そこまでもまた説明していくんだけどさうーんとであ電話も取りいっちゃおうかなここで 電話もね、たまたま気づけたからよかったけどさ、見落とすよね、これ。でね、もうね、これ、これすげえグかったの。これ、またそれも後で説明する。<laughs> 後で説明するものばっかりなんだけどさ。うーんと、普通にね、五体満足で全員助けようとするってのができないんだよね、このゲーム。すごくない多分今聞いた人、ドン引きしたでしょ。え、どういうことみたいなさ。と、こっちだったかなあ、違うわ。間違えた、間違えた。で、 これはこうして、あ電気の色覚えてるし、この馬変えちゃおうかな。<laughs> 俺ね、装そとやった。10周ぐらい回ったんじゃないかな、もう。それで、やっとね、頭叩き込んだみたいな。これは青だな。青で、4回行って、うんと、あ、そっか、閉めなきゃいけないのか。閉めて、ぐるぐる回るぞ。うーんと、こっちか。青、黄色、ここは赤だな。赤にして、これ置いとくでしょ。 んで、ステンドグラスとかのライトのところはあんまり触れなくても頭入っているから触りません。はい、緑にするでしょ。で、一回行って、電話鳴らす。あ田舎者が起きるでしょ。モスモスって言っていかんねん。俺でもモスモスは言わねえな。おい、あれじゃないよ、まったく。んで、次この子だね。助けて、ギロチンが落ちる。で、次は、 次は東じゃないか。西か。西島に行こうかな。西島行って、これ手に入れる。でね、ここでね、ほんと苦戦したんだよね。あのさ、俺一回やった時さ、まあ相手の、相手じゃねえや。真ん中の塔の窓開けてたじゃん。風力発電のところ。あそこにハサミを基本的に投げ込むもんだと思ってたの。そしたらあれ開けなければ、そのまま落下してって、すぐ近くで拾えるんだよね。それが重要だったの。 聞いてる人、で、ね、どういうことって思うじゃん。これ、ほんと、ほんとすごいの、このゲーム。ちょっと待っててね。これ、行くじゃん。で、鍵取るじゃん。もう、感動した。あ、やべえ、やらかした、これ。テニスボール持ってこなきゃいけなかった。ちょっとやり直します。はい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 。急いで戻ってきた。で、これやって、マッチあるでしょ。で、鍵解ける。鍵は解けてないか。鍵拾う。鍵開ける。で、行く。これ、バルブスタンド、ここのタイミングで取っていいのかよくわかんないから、一旦取らないで行くわ。 で前回はここでハサミが向かいの中央の塔に入っちゃったんだよねそれをやっちゃいけないんだよね分かんないよねなんか意味があるのかなと思ってさやっぱ窓開けちゃうよね人間ってましてや脱出ゲームだから特にだよねでこれで開けるじゃん開けるじゃない助けるじゃんこっからだよすごいのこれで前回金髪の子さ普通に助けたじゃん俺でうーんと で、なんだっけな、バルブスタンドでさ、水回したときにさ、水回したじゃねえや、バルブ回したときにさ、お湯が出てきたじゃん。そのお湯を、どうしたらいいんだろうって思って、その時に思いついたの。あ氷入れればいいんだと思って。でも、1個だけしか入れられなかったんだよね。その、中央島に行くまでの距離感で1個しか残んなくて。で、方法いろいろ考えたら、ハサミを直に落とさなきゃいけないってやつ。で、まずこれで水になる。こっからよ、えぐいのが。バッテリー持ってきてなかったわ、やり直したときに。 ちょっと待ってねバッテリー取り行くね。でバッテリー拾うじゃんでこっから1階に降りてすごいよここ。女の子の子足を引ききちぎらななゃいけないけんだよねでも普通に引きちぎっちゃうとこれわかるかなこうそのまま水が張ってない状態だとドーンって落ちたらそのままさあのー、水がない状態だと普通になんつうんだろう落下死しちゃうんだけどまあ、かといってお湯だと今度溺死 沸騰して死んじゃうみたいななんかそういうちょっとえぐい死に方になっちゃうのでもこれを水にすることによって2階から下ろしても大丈夫になるっていうちょごめんごめんごめんっていう展開になるんだよねいやーこれさいやもうこれほんと作者発想がすごいよく考えてるよで多分あ今ちぎれたねこっからすごいんだよねこれ使うのこの引きちぎれた足使うんだよやばいよねでこれ いやほらもう苦しんの俺痛いよって言ってるごめんなでもこれがないとねゾンビの子助けらんないんだよね今度で今度4階に行ってゾンビはこのままでしょえー、っと違うな屋上行ってここ入ってまずこれをセットするのですぐに電気の供給ができるようにしなきゃいけないから照明を全部消してこないといけないんだよなここもな悩んだなヒントなきゃ分かんなかったよこれは。 えーっと、で、あのポロのカン抜キだけ使い方ほんとわかんねんえー。っと、これやって、あともう一個が3回じゃねえか。あ一1回か。1回に全部あんだよな。これで、はい。多分電気供給してるのは全部切ってるはず。いや、もうさ、血みどろだもんね。4回って、で、ここからは時間との戦いなんだよな。失敗しちゃいけない。ステップをね。えー、っと、 待ってね待ってね待ってねちょっと考えさせてあるアイテムあるでしょ降りるちょいカッターよし行けるなよしいきますこれでエレベーターでゾンビが上がってきました上がってきたでしょそしたらまず1回降りる降りて一番奥のソラパネルを急いで拾ううーんと出る上がるソラパネルはめる電気供給 OK になったらこのなんだっけな 名前な,なああ割れた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 けど今とこあの足足を食べてるんだよあいつでこれでここ開くじゃんでこれもらって女の子後回しにするんだよねわかるわかるよ言いたいことえでもそれだとそのチェーンコットは壊れちゃうんじゃないのって思うじゃんこっからえぐいんだよここね気づいた時ゾッとしたあやばいかいやまだ大丈夫だなこれいってほらこれでギリギリ助けられるの <laughs> かわいいねこれで助けて で、次が、女の子、黒髪の子を連れてこなきゃいけないんだよね、どうしたって。あの、結局、塔をつなぐ、なんだっけ、塔をつなぐ道、違うな。中央から東の塔に行くための通路を、道開けなきゃいけないんだよね、絶対に。この、なんだっけ、チェーンカッターだったっけかなチェーンカッターがないとさ、SOS のサインができないじゃん。あ、そうそう。で、あの、前回の光、あれ、SOS のサインだったらしいよ。あ、間違えた。ちょ、ごめんね。 アイテムを取り損ねた。うーんと、これ。この摘出器具っていうのがね、目の摘出なの。ゾッとしたよね。いや、マジかと思って。やばくない無傷で帰れる帰れないのよ。どうしたって、こう、傷を負わせなきゃいけないっていう。両親えぐられるよね。では、まあ、これでいって、うーんと、で、どうすんだっけかな。 下降りるんだよな一番下まで降りましてすごいサクサクプレイもう頭た叩き込んできたからねこれで道が開くでしょでまた一旦上に帰って帰ってのうんとこれでハサミで切っちゃうでまた降りるバタバタだねもう <laughs> これでね全員生存できるからねやったよねこれここまで行った時超嬉しかったエンディングはね動画でみんなで見ようと思ってさ まだだ見てないんだうーんとこれでいけるでしょでなんか怒られたなんか筋トレしてるやついるでしょってイエスうーんとでこれで下降りてうーんでこのお墓の下に地下室なんて隠してたのかなどういうことなんだろうねここはまた今一いちわかんないお,おみオちゃんこの子だけさなんかミドルネーム的なのがないんだよねそこがちょっと謎のままなんだけど まあそんな大層そうな意味はないんじゃないかなって思うけどでこれで S のマーク作ってで一番はじっていやー来たなーこれちょっと嬉しいんだよなーはいこれでクリアだねおどうですこれすごいっしょで4回いってこれいってほらねねどう全回収やったぜと思ったよね相当テンション上がった2348にかおう ロックいや痛々しいなこれやだであとおみおちゃんが乗れば終わりだけどはえおいはちょ何なにそれえ全滅したんだけどおみおちゃん乗ってねしえしえどういうことなん <laughs> でなんで全部助けたじゃん今嘘でしょえ BGM かっこいいしななにそれ カンヌキかあそこかんぬきで塞さがなきゃいけないのかえだってカンヌき使えないじゃんあの丸のこでえどういうことだって穴あきのか抜きさんざん試したけどここつけられなかったよえなんか方法があるのかえ待ってよもうひ人めっちゃ舞い上がったのにマジちょっと待ってね、はい、はいはいはいオッケーオッケーオッケー時間まだあるしまだ全然余裕あるしちょっとかんぬきをどうにかする方法考えてみるわ え、でもどうやったらいいんだろうわかんないな。あ、ちょっと眼ン変えてみよう。はい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 。やっとわかった。やっとわかった。これね、普通やったってわかんない。何回もね、何回もやり直した、俺。もう1時間やったね。これね、やっぱステップ数関係しているんだよね。このステップっていうのが。で、決められた歩幅でやっぱね、行動しなきゃいけないの。で、まず、動かすじゃん。これ相当難しいよ。これいくじゃん。で、まず、 カヌキ取得して降りるのここまでは最初と一緒なの。はめるじゃん。で、次に、ここなんだよね。プラスドライバーを2個だけ緩めるの。2個だけだよ。2個だけ緩めて、これ持っていくんだよね。で、降りて、降りるとまだカヌキ破壊されてないの。これ差し替えんだよ。絶対わかんないよね、こんな。相当苦労したよ。マジ答えどれだしと思ってさ、散々探し回った。はい。 でて、これで、ほら、超ギリギリで間に合うんだよ。長かった。マジ長かった。だから、ここまでやったから、あとは、<laughs> はい、助けます。あとは、勘抜きであそこ塞ぐだけでいいんだと思うんだよな。よし、じゃあ、行くか、そこまで,で。ちょっとそこまでスキップしますね。はいはい、来た来た来た、運命の瞬間来たよ。やっとだよ、ほんと。勘抜きでこう塞いだから、もうゾンビ出てこないからね。これで今度こそ、普通にクリアできる。いきます。 やっとだよ、もう長かった。2、3、4、5、6。いや、もうほんと最後のこの子いたいたしいんだよな。で、最後、なんだっけおいおいお,ややおい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 一人乗ってないって。あどういうことまたミスったなにえ、何これええいやいやいいやえ、何 <laughs> <laughs> それどういうことよ。<laughs> 待って、待っていいがわかんない。なんでなんでなんで この,この子何ジョーカーかなんかなのなんだそら。だからゾンビの時の最後乗ってなかったのか。なんだいこれ7人生存ルートないのこれ。え、どういうことだちょっと待って。待って考えろ。この子を最後にすればいいのか。連れてきちゃいけないのか。連れてくるから死ぬのか。そういうことか。あそういうことだな。置いてってみようか、今度は。ちょっと置いてってみてクリアするわ。<laughs> いや、衝撃的すぎない。わかんないでしょ。 まさ <laughs> かロケランくらって死ぬと思わなかったえー、よくできてるよ本当にいろんなエンディングをすごいな、ね、詰め込んできてるじゃあわかったえじゃあ次はヨミちゃんを連れてこない状態でかんぬきすればクリアになるのかなじゃちょっとそれでやってみよっかはい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 なんだっけおヨミちゃんだったかなちょっと名前うろ覚えなんだけどその子なしで今度ヘリコプター乗ってみるねでも結局いや今鎖に繋がれてる状態のはずだから来ないか これでどうなることやな。二三四五六。うん、最後痛々しいな。これで七でしょ。いったね。おクリアかな。え。あれ。あれ、終わってない。え。え。嘘でしょ。なんで終わんないの。え。え、どういうこと。 なんかまた別に方法があるってこと会いに行ってみるええか開放する襲ってきた,たりしないかなおなんだなんだあ、違う、嫌がってるえまだここでも何かあんのかちょっと待って探してみるわいや、これ多分ヒントもらわないとわかんねえな ちょっといろいろ探してみますね。はい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 。わかった。ヒント見ちゃったんだけどさ、エレベーター前の。この花の花があるじゃん、一本だけ。で、各フロアごとに花があるんだよね、エレベーターの横に。ほら。で、なんかね、その花の数分エレベーターに乗り降りしろみたいな、なんかそんな、なんかよ,よくわかんない暗号だったんだけどさ。で、多分一番だから、最初に、 2かいに来ればいいのかなさあ花が1個だったからさ。でじゃあは他にあんのって言われるとあるんだよこれ。でこっち3本なの。でこっちは赤が4本あってうーんともう1個を探すのめちゃくちゃ時間かかったんだけどすっかり忘れててここに黄色が2本あんだよねだからこれで青、黄色、色待ってね青、黄、色、青黄色。これも青だよな。 綺麗な水色っていうか青黄色水色赤の順番で行けばいいんだと思うだからこれは水色だから青はなんだ1かあ違うか2か243ん ?24、うん、うん、ちょっと待ってよ青黄色青黄色水色赤だよなだから待ってね3あ,あれあれわか,かんなくなってきたぞわかんなくなってきたぞいこれが これが2階だから、青、3、あ、違うな、2、4、2、4、3、1で降りればいいのか。たぶんね乗、乗り込むのだからね。で、これで一旦乗り込んでみようか。2、4、3、1。え、なんもないじゃん。え、どういうことあ、違う、なんかある。地下1階 なんだえどういうことなんか手に入ったぞなんだこれ毛のドレスえっ女の子に渡してみるすげえ <laughs> ただただ「すげえ」の一言なんだけどえっだってもあと女の子に聞くか使えないよね おこれ新エンディングってやつじゃねなんかすごい悲しくなる BGM が。誰お母さんとかかな。これこの屋敷だよね多分。これはあの女の子がいるとこだよな。お墓かな ?BGM 悲しい。 どういうことえ自分の子供が死んじゃったとかそういうことえよく分かんねなえなえっ鳥肌がヤバいんだけど。 えな,な,なんでだなんでだなんでだおみおちゃん死んでるってことこれはだ,だとしたらじゃのなんで動いてんのえな,な,なんでなんなんでだ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 おみおちゃんがなんで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 な、ね、んでんでな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 れでなん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 でなさでなん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  寝てるしお母さんがめっちゃでえっあのゾンビお母さんだったのいやいやいやめっちゃクズじゃんこいつらねえ何時間もかけて助けちゃったんだけど嘘でしょ時間返してよえっマジこいつらないわ じゃ何これ見てお母さんゾンビになっても執念で殺し行ったんかヘリコプターまで乗り込んでえ娘なのかなそこがちょっといまいち何とも言えないこの人形え何これ怖いなんか一切のさえす,すごくない文とかの説明も一切ないんだよキャラの説明とかもそれでここまでのストーリー組み上げてくるってすごくないなんかプレイヤーの想像力かきたてられんだけどえこれで全員リン,ング回収か待って 侵略者。味噌ルがヘリコプターなんだよね。汎用 C は一番最初に俺がクリアしたやつで、これロケットランチャーは <laughs> 衝撃の展開だったね。復讐鬼ってのが手に入ってないな。復讐鬼ちょっと待って、それも探してみるか。探してみます。はい。えっとね、うーんーと、なんて言えばいいかな。わかんねえんだ。<laughs> もうね、初めからとね、 初めからずっと何回も繰り返してるの。で、関係性とかいろいろ考えてみたんだけど、やっぱ皆殺しエンドがたんあれなのかなって、安牌なのかなって。だからさ、要はこう死にかけてるメンバー、拷問器具にかけられて、だけを殺せばいいのかなって思ってる。で、唯一死なない子がいるんだよね、これ。あ、い,いや、この子はもう犠牲になっていただくとして、唯一死なない子、この子なんだよ。この子はずっと持ってるだけで死ななくて、この子だけ多分生き延びちゃうと思うんだけど、 それがどうなるかなんだよなぁ、まあ。あとそれぐらいしか方法がない。もう散々探し回ったけど何もわかんなかったからさ。一旦ちょっと全滅してもらいますからよには。じゃあ。あ,あ、いいか。一緒にやっていくか。みんなで。ああ、なんか悲鳴が聞こえた。<laughs> いや、いろんないろんなとこで悲鳴が。まあ、サクサク行くぜ。ちょっと待ってね。うーんと。あ、いや違うな。4回行って。これ行って。<laughs> なんでみんなでこう殺し回る動画を見ようとしてるのかという。 あ、いっか。どうせ殺すんだから <laughs>。言い方が。<laughs> これで、これもあげちゃっていいか。お前らはちょっと母親の恨みとね、娘ちゃんの恨みをね、しっかりとね、晴らしてくるべきだ。あーんてこれで、なんか残虐になっちゃうんだけど、これ。やっぱあれ見た後だともうダメだよね。これ2回行って、もう巻き,巻き散らかすでしょ <laughs>。やばい、殺戮ショーなんだけど、やってること。あーんと、あ、そっか。一旦4階に行かないといけないな。 4回行って、降りて。ああ、そっか。いやいや、えぐいえぐいえぐい。4回行って、ぐるぐる回って。いやー、こんなのあるんだ。赤でしょで、屋上で筋トレしてるやついたじゃん。あいつも多分放置してれば死ぬと思うんだよな。あ、これは、あれか。取っとかないといけないね。これも取っておいて。うーんで、とりあえず3回行って、これ電気かかるから止めとかなきゃいけないね。 うーんで、あとは、待って待って、落ち着かせて、落ち着かせて、緑か。これを緑に色変えて、ソーラーパネル持ってくでしょ。うーんで、一階にとりあえず降りて、で、ステンドグラスのとこ行くじゃん。ステンドグラスの方まで行って、うーんで、これで、あ、鍵持ってきてねえや。 <laughs> すげえわざとらしいけどあーこうやっていってえー、っと持ってくるでしょでいくじゃん上まで上がるまだ元気か元気だなだから私は許さんぞ鬼,鬼みたいなことするからねこれこれ募集できるんだあーできなかったあい,いかこれやってまず人殺しのシューやになるからねこれシューって言ってとどめ刺しちゃう<笑>,笑っちゃいけないこういうシーンで。 なにハハハって。えー、でこれでいくじゃん。でバルブスタンド別にもういらんしな。バイバイ。これいっていっていって。あハサミ。これは必須でしょハサミはあと別に助けるキャラもいないからもうここにはめ込んでいいっしょ。これでうなうな。うーんとこうこうかあれちょっと待ってね。んこう。違う。こうこう。あしオッケー。 で、できて。で、電気も全部しっかり消していって。サクサクプレイ、本当に <laughs>。いやー、こんなのあるんだね。えぐいな、えぐいな死に方、本当に。で、えー、次が4回だよな。4回行って、あ、缶抜きかけといていっか。あ、一応見とく、ゾンビエンド。前回見てるだろうけど。ほら、いやー、ほんとすごい。作者すごい。感動します。 で、まあ、ソラーパネルはめ面じゃん。で、電気の供給が、あれ一個来てねえな。一個なんだっけあ、これか。はい。あ、いや、待てよ。あ、やっぱり。こっちの部屋消してないね。これを消して、え今な、声聞こえなかった気のせい怖い怖い。これで電気の供給いくじゃん。これ、今度普通に女の子助けられるんだよね。えー、っと、こうして、 もう助けるもう普通に助けるよ俺君のこともう目えぐったりしないからほんとし訳ねえでこれで助かかんじゃんで指紋認証じゃねえやなんだっけ目目の認証あいこう認証っていうのかなああいうのあれでに証、あ待てよハサミ使うじゃんあいや使わないかあ使わないやここで開けられるしはいこれで開けてもらっていややっぱハサミ使ううごめん嘘ついたハサミとってはしごとさなきゃだもんね あの筋トレしてるやつとかってどうなんだろう勝手に落ちんのかな放置してたら。ちょっと見てみようか。これやる。お,お本当んにいいって言われた。本当にいいです。で、一回行って、うーんで、こう行きまして、こうだな。おすごい、もう超簡略化されてる、ステップ数が。これで <laughs>、これ、多分助けなくていいと思うんだよな。こいつも多分拷問されてる最中だと思うんだよな。ジェブ・ライアー。なあ。あえ 嘘おそれは知らなかった脳にしたら落ちるんだいや <laughs> いやすげえなでもこれで多分いやーええー、やばいでしょいいかこれで <laughs> これでとりあえず S 作ってこれ多分もうちょいで脱出のおなんかできたおおおおやっぱこれもう一個の正解エンドじゃない何この句一人だけうろちょろしてんだ えマジか終わり方よ待って待って福祉鬼じゃんああれかオおオちゃんだっけ落としたんかめっちゃ怒り狂ってんじゃんてかちゃんと全滅エンドあるんだね <laughs> えすげえ感動したこのゲームマジであのねほんとねキャラ説明もなんもないの本当ただ謎解きていくだけなんだけどすげえのめり込んでやれるんだよね めっちゃ楽しかったで。もしね、動画見てやったら、いや、映ってるし、オミオちゃん、普通に。僕、ちょっかっこいいし、立ち姿が。け <laughs> ど、そうだから、その、これ動画だけで満足しないで、一回自分の手で触ってやってほしい。あの、ヤバタニエンで検索すればできるからさ、超楽しかった。はい。えー、ということで、今回で、ヤバタニエン終わりとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録、またはコメント評価いただけたら、とっても嬉しいです。すごい、このゲーム、マジで押します。 <laughs> えー、それではシアンでしたまたね。